こんばんは、恋愛婚活スタイリストのジュリです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。また一言あります。概要欄からですね、今 LINE のお友達を募集してます。 YouTube では話さない深いお話をさせていただいてますので、ぜひお友達になってください。チャンネル登録の方もお願いします。では今日はですね、ヒモテ男性が聞いちゃう絶対 NG の質問というお話をさせていただきたいと思います。聞いちゃダメなことってね、あるんですよね。まあね、悪気はないんですけど、あんまりね、聞かれてもえって思われちゃうことがあって、それは一体何かと言いますと、どこから来たのっていう質問で、どこから来たのって、はっきり言ってどこを拠点にどこから来たのか答えていいかよくわかんないんですよ。ね、なんかお住まいはどちらって言ったら家の方だけど、どこから来たのって職場から言ったらいいのかとか、何を求めてるのかがよくわからないんですね。だからどこから来たのってすごい曖昧すぎて、女性も答えに困っちゃうわけですよ。でも家だったら最寄り駅は言いたくないしなとか思ってしまって、女性を困らせてしまいますので、どこから来たのっていうのは使わないようにしましょう。ではですね、メルマガから5つの動画をプレゼントしてますので、ぜひ受け取ってください。概要欄から LINE の友達を募集してます。 YouTube では話さない深いお話をさせていただいてますので、ぜひお友達になってください。メルマガ LINE、 そして YouTube のチャンネル登録の方もお願いします。では今日の一言なんですけど、昨日ね、私が階段から落ちて弁慶をめちゃくちゃぶつけてあざができたっていう話をねしたんですけど、あなただったら、じゃあ M だったとしたら、 M の女性に対してこんなことがあったんだよねって女性が言った時に、なんて声をかけてあげますか。これもね、練習だと思ってアウトプットしてみてください。楽しみにしてます。じゃあコメント欄にね、書いてください。では今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでください。ではまた明日。